証拠はあるんだ。俺の友人だね。キツネの数が前より増えてると思う。ジン、こっちに来い。雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎を引っ捕らえてくれるわ。前へ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。貞雄の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは言えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。めっそうもない。腕は動く。心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。あそこにおる男、荷車。あれが八郎、貞雄の弟だ。ああ、動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。おい、荷物に何を乗せてきた。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒を落とすって話だ。持ってきたよ。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの試合に。荷車はいい。馬を追うぞ。マヌケな男よ。村長の弟だぞ。マヌケに代わる。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日はフミしか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺されてしまうぞ。貞雄は家族思いだな。
ろくな一族ではないぞ。いとこは毒だしな。北の村が二つになったのか。オランが起きたことを覚えてるか。アラガンの夏を殺した族は誰に雇われたの。知ってる、サザオだ。卑怯な。ああ、やはりな。ああ。お前も喋りすぎると毒に襲われるか。氷の家、賊が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだわかりません。何、すぐにわかるさ。そちらの精鋭を出せ。袋に尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。お許しを。私は定尾からの文八郎。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ。わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。